プロスペース。さあ、ということで、第2弾、ベストナイン、タイトルホルダーガチャがやってきました。昨日動画公開されてますかね。全く、ついてないガチャは、もう、あの日で終わりで、今日からは、爆好きの運気が変わるポイントになってくれればいいなと思っている沖縄の夜です。はい。さあ、ということで、今回のベストナインタイトルホルダー、ちょっとね、選手をちょっと見ていきたいですけど、巨人欲しいね。丸。まあ、丸持ってんだけどね、このスピリッツ、リーグでも早く覇王に行きたいんだよね。そういった意味でも、この丸の称号をつけないで待ってんだよね。だから丸は欲しいね。あとスアレスも欲しい。ちょっと阪神枠が、ちょっといなくて、このスアレスを阪神枠にしたいんですよね、ピッチャーでね。だいぶ古い糸井の S を、阪神枠にしてるんで、ちょっとスアレスもいいね。祖父江。同地いける。祖父江も A 持ってるね。あとは、高橋周平。でもサード落合さんいいんだよね。正直ね。菊池。あ、同地はいけないんだ。お、守備 B なんだ。10割なのにね。S、もう最初から S でもよかったね。ここね。お、村上欲しいね。村上も超いっぱい持ってる。本当に。だから村上来てくれたら、もう一気に極み。しかも称号チャレンジできるかも。村上がなんか、ファーストに守備位置変わってんだ。でもビシエドもいるしな、落合さんも。なんかここら辺が難しいな、千賀。いいね。中村晃も俺極みにできるかも。A いっぱい持ってるから。次が、源田。源田いいね。ね、守備、ダイソーとしてはもう完璧じゃない？源田もいいね。涌井欲しい。枠井も、ロッテの枠井から持ってるから、もう一気に、極みまでいける。同地になったら最高だね。全同地もあり得るしね。対ピンチコントロール。強打者。いいね。枠井欲しいね。いいね。ワックンいいね。あ、ちなみに楽天キャップ行って、枠井は、佐々木チャンネルたまに見てますよって言ってました。あと、コーチの石井隆さんが、佐々木チャンネルに出してほしいって言ってたんですけど、逆に出れるんですかって聞いてきました。笑ってました。近藤選手、ミート。広角アベレージの超ミート打法だね。でも、いいんだよね、外野は。この人が、吉田正尚、欲しいね。いいね。吉田正尚も A いっぱい持ってるから、称号チャレンジ待ってんだよね。いけんだよね。このベストナインタイトルホルダーを待ってたんだよね。大城もいいよね。同地。だからベンチ枠だね。同地で。大城も A いっぱい持ってんだよね。いや、ね、レギュラー、里崎っていういいキャッチャーがいるから、ベンチ枠なんだけども。というところで、今回、だから90連で、4人タイトルホルダーベスト9の S を欲しい。4人ね。で、一番、だから欲しいのは、吉田正尚、大城、丸、スアレス、村上、千賀、源田涌井が欲しいね。結構あるね。こんだけあるからね。誰か当たるでしょう。さあ行こう。4人。ベスト9タイトルホルダー4人。じゃあまず1回目。1回目。ああ、何もない。お調子くん、レッツゴーからの。買ってくれ。4人欲しいんだ、俺は。来い。わ。撃て、うん。さあ、笑え。まあまあ、一発目はね。序章かな。大城。坂口。まあ、一発目はね。一応か。まあまあ、こんなもんでしょう。また。何もない。何もない。ノーマルから。ノーマルから。ああ、来た。来ちゃった。ブルー。レインボー。ああ、これもダメか。笑ってー。笑って、調子くーん。お、びっくりした。西か。何もないか。ケムナ。井口。川原。玉井からの、美馬。まあ、A は結構出るね。
誰だ、もうかぶりじゃないからね、結構俺言ったやつね、2枚引きとか来てくれたらいいけど、なんもないな、演出ヘボいな。さあ来い、飛んで、さあ1人かな、2人とか来てくれないかな。お顔越えの写真ね、ガイアばっかり、1人か。さあまず1回目、涌井丸、吉田、この3人、ドン、高橋、まあまあいいでしょ、まあまあいいでしょ。4回目、レッツゴー、お月いいよ、いやー渋いなー、月が出てる割に渋いなー。全然最近調子くん打ったの全く見てねえな、飛びもせえへんって、はあ、これは渋い、うわオールビー祭り、渋い、木村いっぱいある、木村俺のチームにいっぱい来るな、ほんと A も S も来てくれ、おっしゃ、調子も絶好調、来た、よっしゃ、確定、あとは 30% の確率らしいんだよね、来てくれ、レスナインタイトルオーダー、来てくれ、さあどこや、2、3、4、もうそろそろか、ドキドキしてきた、5、シエド来い、菊池、まあまあいいでしょうね、2人かぶらなかったら OK よ、お中川待ってきたのかと思った、菊池6回目、次絶対当たる、言ったやつ来てないね、まだ、そういうね、言ったやつ来てほしいよね。さあ6回目、うわ絶好調、さあ2枚抜きしたいよね、そういうの来ないもんね。さあ枠井とか来てくれへんかな、枠井、丸、吉田、最後かこれ、さあ最後、ドン、線が OK、 線が OK、 いいね、しかも被らない、しかもあれだね、4人確定だね、いいね、ここまで来たらよく出るね。さああと30連、枠井欲しいね、枠井、さあ行こう、レッツゴー、枠くん来てよ、調子くん、これはさすがになんもないか、続かんか、さすがに来い、で笑って、うー渋い、使える絵来てほしいな、いい岡田、タイガー、さあ最後使える絵来て、ドン、宇佐美、使える絵来てほしいな、ほんと来い、お月、普通これも渋いなぁ、来いレンボー、来い、うわ打っちゃえ、にっこり、ふぅ渋い、これも何もなしか、使える生きてほしい、おっ、おの、おっ、ロッテ松井、容態か、ちょっとあの自チーム変えとこ、楽天に、まあとりあえず被らないでほしいね、
2枚引きないか。あら、ノーマルちゃん。レインボーからの煙なしからの当たれ、久しぶりに当たらない。これも1枚だな。さあさあ、今のや高橋周平菊池戦がね。さあ、お、来た、荻野。まあまあいっか、2枚引きだ。荻野いいね、びっくりした今。お、また来た、木村よく来る。3枚引き、さあ来てくれ。3枚引きすごくない？枠い、おっしゃ、オッケー、わっくんオッケー。しかも荻野、木村、涌井、3枚引きです。お、じゃあ俺 S9 回で 1,2,3,4,5,6 枚引いたね。 OK。 しかもベストナインタイトルホルダー4人、しかも全員違う選手で、欲しいのは確実に2人取って OK。 やっぱりね、前のやつで運気落として上げてきたから、今回はグッドでしょう。皆さんどうでしたか？これから育成して覇王目指します。今回はいい気分でいけそうです。沖縄の運気最高、メンソーレー。